いや本当に衝撃的だったんですけども、でもあれも一枚一枚新しく書き起こしですもんね。そうですね。素晴らしい。ちなみにこれ2人の書き分けってどうなの？このキャラクそう、ター。それすごい気になりました。キラッと、まあ新キャラでいいもんね、新キャラ。新キャラだと草先生がまず。まあ、ここで言うと、ラムダ、エリカ、ベルン、バトラ、リオンです。あとドラノールですね。あ、ドラちゃん。それをエクサ先生。はい。で、そうですね、私がガートルードとコーネリア、ベパルフルフルと、ハジオトフヤとウィルソン。あ、ウィル文字が抜さん。けてる。ここバックが緑だと透けちゃうっていうびっくりな映像になると思うんですが、これは仕様でございます。失礼いたしました。ビールは FSC 先生でしたか。何でしたっけ、今プレイステーションで配信してるじゃないですか、壁紙。あれ、ウィルさん、パジャマと呼ばれてる。あれすごいかっこいいんですけど、どうしたらいいですか。ありがとうございます。なんかときめきました。ちょっと、一気にファンに寝てると寝思る、って、キュンと。で、オフの感じを。この中では見せないような表情ですそうもんですね。ね。で、さらにエリカが大変なことにまた表情が どんどん変わっていく、様が私はびっくりしましたが、あれ、れエリカ、他の差分があったんだよね。何があったんですか？今の配信されているエリカって、確か体操着、まあ、ブルマとスクール水着だと思うんですけど、もう1個実はあったんですが、なくなっちゃった。諸事情によなんで？なんで？なんで？満タン TV でまた紹介できない感じで、なんか諸事情により、ガムテープだけとか。裸だったよね。それはないんですね。何した？エリ。いや、ほどこだよね。パンイチ。パンイチ。パンイチ。それはいろいろ問題がただ、見えないってないんだよね、これ。うまくこうちゃんと隠れてるから、芸術的には見えたんですけど、まあ、ご判断お任せしますって言われちゃったんで、ね、ちょっと今回やめよう。なるほど。あ、でもコミケのグッズに入るんだっけ、あれ。違うか入るかもしれかないもしです。れない。今回コミケ冬コミはアルケミストさんは出ま出ますす。か？あ、後でイラスト紹介させていただきます。これ初情報じゃないですあ、多分か？そうですね。私も、でもね、これはもろ話すぎなんです。僕、満タン TV に怒られるよ。嘘。じゃあ後でこっそり見せてください。後で確認取ってから。あ、そうです。でも確認取ったら NG 出ちゃうから、多分。もう生放送なんで、これ。事故になっちゃう、事故。パッてやって、パッて隠せば。そうですね。後でじゃあちょっと。じゃあ、判断しつつ紹介できたらいいな結構きと。ついよね。そうですね。特定とどっちがきついですか？どっこいどっこいだ。それはちょっともしかしたら NG かな。こっそり見せてもらおう。ほら、みんな、おーおーってすごい言ってる。おーって。まあ、何せありがね、とうこのござい2人が海にこうずっと支えていただくことには間違いないので、ます。もう本当に本当でに。も感謝の気持ちとともに、ここにさらして、こうさらけ出すよ。さらすって言葉は悪いですよ。登場いただいたんですよ。来ていた本当だいに。て。さらすって何ですか？ 新しい表現が出ましたが、探してるんじゃないですよ。来ていただいたんですよ、ゲスト様ですからね。じゃあ、ぜひぜひ何か特に注目点など、今回ので、もしよろしければ、告知ございましたら。イラスト的なところね。なんか、気合を入れたイラストとか、この一もう万全円部的な、そうですね。そうです。はい、もちろん全部ですね。なんか、エおアト気にリーチの差分がありすぎてわけわからなくて、そういうのでそれは実際あります。表情を管理しきれない大変ぐらいはあそう。りました。確かに。僕、そのデータ、そのままパソコンにもらったんですけど、パソコン止まっちゃったんです。貧弱なパソコン。やっと大量すぎて フリー戻ズりました。いや、でも今回このプレステ3版ということで、すごい高画質でイラストがご覧いただけるので、そこも注目の点だと思います。HD は大変だったよね。そうでですすね。ね。書き込みとか、やっぱり。あと背景とかもありますもんね、キャラクターの他にも。
今立ち絵の話でメインで、ね、お話もらったんですけど、うん、まあ、あの全然公開しないイベント CG とかいわゆるスチールものですよね。結構あるよね。え、そうなんですか。ありますね。 PV でもまあ公開しすぎって僕はさんに言われてるんですけど、ただそれ以上にねまだあるよね。はい、枚数何枚結構多いよね。本当ね。そうなんです。詰め込んでると。まだまだじゃあ中にはぎゅぎゅっといっぱい入ってます。入ってるんですね。今だってお見せできる段階でこんな感じ。この今でもこの中に載ってるお写真がちょうど PV に出ている。そうですね。写真じゃないですね、イラストですね。が大体ほぼ PV で出てるのと同じかな。ちょっとでも出てないかな。ああ、いよいよだってもう15日になったら全部見れるんですもんね。そうですね。一応私がちょっと2人に、うん、っていつも思ったことがあって、はい、僕はそれは今日ここではっきり言って。何ですか？なんでここで言うの？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。いやいや、そんな変なことじゃない。あのね、やっぱ人数が多いので、はい、パッケージイラストとか描いた時にですね、このキャラクターってここにボタンあるよねとかっていうのがもうとにかくもう細かいんで、ディティールがそっかたまに抜けるんだよね。で、ファースト版、セカンド版、サード、フォース、ファイブ、何回やってんだよみたいな。もういい加減するよ、ね、そっか、でもね、お洋服とかも細かいですもんね、パーツ。で、まあ私も含めて3人でもう大丈夫っすよって言って、まあ例えばその印刷物入稿とかすると、はいはいはい、次デバッグの人からこれ間違ってますよ。以前あの。お耳の切符か。ああ、なんでそこ踏んで。はい、何しましょう。何しましょう。この話、何しましょう。はい。まあでもそれで、ね、はい、怖くないんですよね。できる。はい。すごい。そこも全部書き切ってます、ね、うん。いやでもそれも魅力の一つって書かれてますけど、そう思います。あのファンジターじゃないですけども、それも魅力の一つだと思います。ここはさらっと流しましょうか。あまり言わないようにしましょうか。大人です、ね、はい、さらっと流していこうと思いますが、でもそういうのもやっぱファンの皆さん見つけておーってなるのが逆に面白かったりも。一回本当に間違って間違い探しにネタになったんだよ、ね、で今言ってごめん、これ言わなかった、今ネタこっちは本当に傷ついてるんで、結構トラウマになるいいと思いますよ。まあ、そういうのも楽しみの一つだと思うので、はい、いやでも本当に結構書いてても楽しく回り、はい、ああ忘れてしまったっていうこともあって、なるほど、はい、じゃあちょっと今回も細かく発売されたチェックきっと皆さんされると思うので、あのそれをやめてきっとどうしよう、もう残り時間が迫ってまいりましたが、お二方何か、まあ、そうですね、もしよろしければ、うん、チャットに参加の皆様何かご質問ありますでしょうか。ここでしか今聞けないのでぜひぜひ拾っていきたいと思います。何かあるかな。スクショではファン、あ、またファンジタの話だ。あ、ファンタジーCG は何枚ですか。何枚ですか。枚数はちょっと本当に数えてないんでは分からないですね。本当、うん、うん、最終的にはっていうのはちょっとですね、前作より多いのかな。そう、ね、多いような気がするんだけど、そんな気がしますね。カットインとか、うん、そう、あのカットインですよね、これ。あ、続々と来てますね。あ、これ拾って大丈夫かな。最後のシーンは CG ありますか。あります。あるって超楽しみ。このシーンが最後のシーンなんの。それは言えねえ。受けに言おうとしちゃいますね、こういうのって。最後のシーン。そっか、あるんだ。すっごい楽しみ。あ、流れちゃったかな。ね、これかな、これかな。このあんまり言わないとこ。ゴーダの1万円はありますか。おー、鋭い質問来たよ。ありますでしょうか。そこに来ますか。ゴーダさんのファンなんですね。ゴーダさん好きです。マジカルゴーダシェフ。はい。あるんですか。これキーがなくなってきそうな気がしたんですけども。一
人ずつ聞かれちゃう。あ、質問に答えてないですね。そうですね、どうしようかな。あ、でも一番楽しかったのは何ですかっていう、これは書いてる上で楽しかったってことなんですかね。うん、書いてて楽しかったイラストはどこですかっていう言える範囲でもしあれば。あ、じゃあここに載ってるのとかでもぜひぜひ。PV で多分載ってたと思うんですけど、はい、金蔵がエンジェルってあのウレチーとか、はいはい、あれですね。あのシーンはちょっとその金蔵を描かせていただいたんですけど、はい、すごい楽しかったです。こんな笑顔を見て、ね、今までに見せたことないような、うん、いいお顔をしてますもんね。面白かったです、ね、あ、そっか、ね、ウレチーのあれですよね。はい、カット NCG ですね、はい、やっぱ動きのある絵を描かせていただいたので、うんうんうん、迫力を感じていただけたら嬉しいなという感じで、描いてる時は結構テンション上がってました。きっと皆さん気になっているのは、はい、あのキャラクターの凄まじいあの表情はどうなって表現されているかっていうのは、うん、きっと一番気になっているところだと思うんですけど、あれ全部 3D になってね、今話題の目が死んでるみたいな感じになるんです。本当に冗談です。拾いきれない。何の会社とは僕は言えない。3D じゃないそうです。びっくりしちゃった。まさかでもこれ 3D だったら怖いだろうな。いろんな意味で。いろんな意味で問題になるよ、ね。大変なことになりそうだな。なんか夜中に夢に出てきそう。あー、そっか、聞きたいシーンがネタバレすぎて聞けないで。あー、そうですよね。私もなんか今日そうどこまでネタバレしていいのか若干ボーダーラインが分かってない状態で今始まってて。そうですよね、あ、聞かなきゃいいんですよ。あはぁっていうのがいつも私に振り回されてる感じ。でも分かります。面白いでいいと思います。